近本浩二はドラフト指名に激怒した阪神ファンからなぜか批判され、ガス元と揶揄された。この年は史上最悪のゴミ拾いドラフトと言われたが、近本木浪湯浅を獲得する神ドラフトとなった。八代高校野球部に行きたかった近本は父に地元の高校に行きなさいと猛反対されたため、お許しが出るまで家に帰らないと決意し、冷蔵庫に八代で野球がしたいと書いた紙を貼り付け家でした。野球選手だけでなくパティシエにもなりたかった近本は、中学の職業体験で女子に混じりパン屋で働いた。キャンプの時点で打撃の調子があまりにも良かったため、ここらで打撃を落としていこうと思うと発言した。セリーグ新人最多安打記録の159安打と36盗塁を記録したが、新人王は村上宗隆だった。入団会見で僕の足の速さにびっくりしないようにと走力をアピールしていたが、キャンプでアウトカウントを間違え走塁し、試合を終わらせた。